かがでしょうか、いかがだったでしょうか、ロガールのグラビアは。めっちゃ良かった、ありがとうございます、イエーイ。そう、フォローしてリツイートしたらチェキが当たるキャンペーンもやっておるので、ぜひ気になる方はぜひ。あ、すごい、結構好評で嬉しい。でも私もなんか写真撮ったの、撮ったらこんな感じなんだっていうのを初めて見てめっちゃ良かったなって自分では思いますね。そう、横顔がいい感じだった個人的には。なのでもし気になってる方はぜひチェックしてフォローとリツイートをしてくださったら、あのチェキが当たるキャンペーンもやっているので、ぜひぜひよろしくお願いします。ごめんね、ちょっと咳しちゃった。今日ジョン・マイ・ラブのチェキが送られてきた。おお、やったぜ。いつの回のやつだろうか。こんばんは。まあ、今日はちょっといっぱい歩いてね、疲れたのでぐっすり寝れるんじゃないかなと思っております。すやぴ、明日はお昼配信しようかなって思ってる、12時台にね。そうそう、多分あのギルバトを終えてからの配信になるんじゃないかなって思ってます。1月3日のもの、じゃああれか、あのお正月特別イベントのやつですね。
ちょっと一瞬ちょっと席離れるけど、ちょっとすぐに戻ってきます。1分以内に。ただいま。よいしょ。さてと、何の話をしていこうかな。あ、でも今日はそう、ハッツとカレンちゃんと遊ぶなんです。実はめっちゃ楽しかったよ。そう、マジで楽しすぎてもうずっと笑ってたから、もうマジでもうここら辺がもう疲れてた、すごいずっとこうだったからマジで疲れた。めっちゃ筋肉使いました。ここのいい運動になったよ。めっちゃ楽しかった。今日は合計したら1万4000歩ぐらい歩いてました。そう、でもいっぱい食べたけどから喉も渇いた。すごい。そう、めっちゃ歩きました。イエーイ。そう、多分ぐっすり眠れます。今日3人でどこで過ごしたかみんな知ってんの？誰かが言ってるんだったらもう私も言うスタイルです。言ってなかったら言わない。あ、じゃあ言っていいや。そう、今日はね、念願の超久しぶりにピューロランドに遊びに来ました。イエーイ。そう、私は3人で遊んだとしか言ってなかったからさ。そうそう、他で誰か言ってたらもう言おうかなって思って。そう、ピューロランドに行きました。
社。あ、初見さんありがとうございます。私は久しぶりにピューロランド行って年パスを更新っていうか、もうだいぶ前に期限が切れてたんで、もう新しく購入したみたいなもんなんですけど、年パスゲットしたんで、これからたくさん遊びに行く。そう、そしてね、私は今回初めてキャラグリレジデンスだっけなっていうアトラクションに行ったんです。まあっていうのも、そこであのキャラクターに会えるんですね。あのなんか整理券みたいなのを買って、で何時からはこのキャラクターですよみたいなのがあって、それに初めて行きました。そう、今回はダニエルに会いに行きました。めっちゃ楽しかった。もうハイタッチできたのがもう幸せすぎて。そう、で、あのキャストさんのお姉さんが写真をめっちゃ撮ってくれて、なかなか面白い写真がいっぱい撮れてさ、お気に入りの写真も見つけましたできました。そう、ま、何人かキャラクターいて、今日はダニエルとかシナモンとかプリンとかクロミとかマルモフ日和もいたと思うし、メルちゃんもいたかな。まあ何人かいて、でまあ例えば何時からクロミですみたいな、で他には何時からかはシナモンですみたいな感じで決まってたんですけど、そう、まあでも私はすごいダニエルに会いたかったんで、ダニエルに会いに行きました。めっちゃ楽しかった。そうで、ご飯もさ食べて、ピューロでなんか今回プレートがついてるやつにしてさ、このプレートは持って帰っていいプレートでゲットしました。めっちゃ可愛くない？このプレート、そうめっちゃ可愛いでしょ。そう、これにあのグラタンと唐揚げとコロッケとフライドポテトがセットで乗ってて、でこれプラス私サラダ食べてめっちゃお腹いっぱいで、夕飯もちゃんと結構食べたから、もうねお腹パンパンでした本当に。だから明日から節制生活よ。そう、揚げ物ばっか、てか揚げ物しかない。まあグラタンは違うけどね。で、あと今回グッズもちょっと買ったんですよ。まずなんかネームプレートみたいなのがあって、キャラクターのでランダムなんですけど、ウサハナがラインナップにいたから買って、開けたらペックルが当たりました。これはね季節限定メニューだけど、このプレートのやつはいつもあるんかな、わかんない。でも私が今回食べたのは季節限定のやつですね、キキララので、今回はこれとこれがめっちゃ可愛くて買いました。これ半額になってて、もうめっちゃ可愛いじゃんって思って買った季節外れでプレートのはいつもあるんだよね。で私が今回食べたメニューは期間限定のやつなんですけど、でも私もそのなんか持って帰っていいよみたいなバゲットとかプレートのやつは頼んだことなかったんで、そうそうめっちゃ季節外れだけど、めっちゃキキが可愛くて、で半額だったからね買っちゃったよ。あー、あれ買おうと思ったんだ、ちょっと安くなってたやつ、まあ、もしまた今度行けたら買おうと。今回はこんな感じですね。年パスも更新したからあんまりよく使ってないよ。
でもすごい楽しかったよっていう話。今度はもっとね、たくさん行きたいなって思ってますね。前回は2回ぐらいしか行ってなかったから年パス更新したけど、今回はね、いっぱい会いに行きたい。でやっぱそのキャラクターグリーティングがあるのがでかすぎるからマジで行きたいですね。とか今はなんかネイルプリントもやってて、それも行きたい。今回は行かなかったけど次は行きたいですね。でもあとはあのレディーキティハウスっていうお写真いっぱい撮れるとこに行って、キティちゃんにも会いました。でキティちゃんとは、キティちゃんはソロショットだけ撮ったんだけど、そうマジで可愛かった。であとはね、今回はやっぱり目的の一つは可愛い歌舞伎ですね。そうハッツとカレンちゃんに可愛い歌舞伎を見てほしくて。可愛い歌舞伎っていうのはその、まあ、ミュージカルなんですけど、40分ぐらいの、その脚本と演出が横内さんなんです。ジョン・マイ・ラブでたくさんお世話になっている横内さんが、そう脚本演出をされていて、もう3人で見に行きました。私もプライベートでピューロ行くのがもう10ヶ月ぶりとかで、そうそうそう。でまた生で可愛い歌舞伎見れて幸せでした。毎回ね、もうキティちゃんたちを見ると本当にもう清らかな心になる。なんかいつもすさんでるみたいな言い方しちゃってるけど、そうそう、ぜひ可愛い歌舞伎は一回見てほしいですね。マジ曲がいい、本当に。そう、ぜひ。で本当はね、あのなんか閉園後の有料パレードも見たかったんだけど今日はやってなくて、そうでも絶対に私は見に行きます。まだ見れたことがないからさ。でやっぱピューロに行ってやっぱパレードは見てほしいんです。めっちゃ今はちょっと有料にはなっちゃってるんだけど、そうパレードは絶対に見てほしいの。本当はね、やっぱできればコロナ前みたいにさ、誰でもパレードが見れて、期間限定のショーもその知恵の木ホール、知恵の木ステージ周りでやってっていう頃にみんなに行ってほしいんだけど、そうでも今はねちょっとやっぱ新型コロナウイルスの関係で、そのパレードやっぱパレードをやると、そのまあ知恵の木っていうところでパレードをやるんだけど、まあ、やっぱそこに人がすごい集まっちゃうから、閉園後に有料でチケットを取った人だけがパレードを見れるっていう今システムになってるんですね。でそう、あの席も決まって、席っていうか、あのまあ大体床に地べたに座って見るんだけど、それもあのなんて言うんだろうか、場所が決まってるから、そうやっぱそうパレードは気軽に見に来れちゃうから、いっぱい人が集まっちゃうので、そうそう
だからもうチケット買った人だけが見れるようになってるんですね今。めっちゃパレードいいんだよ。本当はみんなにミラクルギフトパレード見てほしいもん。もうね、ワゴンに乗って出てくんの超かわいいの。そう、ショーとか音源出してほしい。なんか私可愛い歌舞伎の音源めっちゃ欲しくて、でもなんか前は出てたらしいですね、でも今売ってないみたいでめっちゃショックなんやけど、欲しいんやけど可愛い歌舞伎のサウンドトラック、マジでいつでも聴けるようにしたいんだけど、あの曲。一応ミラクルギフトパレードのね CD は持ってるんだけど、仲良くコネクトは今回ね見れなかった。あのちょうどその可愛い歌舞伎見ようと思ってた時間と被ってて、ちょっと今回は諦めて仲良くコネクトは次一人で来た時に見ようかなって思ってもう一人で来る気満々なんだけどそう、もう私もうピューロランドのに行く時の大半マジ一人で行ってるからさ。そう、でも最近はここ最近はもう誰かと行ってるね。そうですね、まあ今日そのハッツたちと行って、去年の4月ぐらいはあのジョン・マイ・ラブで共演した方と行って、でその前は一人で行って、でその前はもうコロナに、コロナ期間、コロナが広がる前なのでもうきょんちゃんと行ったり、小田入ゆりなちゃんと行ったりって感じ。もうそれ以外大体一人でした。たまにお姉ちゃんみたいな、でも大体一人そう、そうそう、やっぱ、まあ、人とね遊びに行くのもすごいんだけど、まあ、一人でね行くのもね気楽でいいよね。一人で行くときは思い立ったら行くって感じ。うん、思い立ったら行くってことあんまないかな。まあ大体そうですね、本当に一人でしか行かないから基本的に、なんかもう誰か誘って行きたいなってことがないかも。あ、この日行こうみたいな。まあでも確かに思い立ったらでもあるのかな。そう、結構コロナ前だったらもうパレード並んどいてめっちゃいいとこでめっちゃいい写真撮ろうみたいな感じでずっともう2時間ぐらい待ってた時とかあった。そういう時はだいたい Wi-Fi つなげて、あの自分で Wi-Fi 持ってって Wi-Fi つなげてアニメ見たりとかゲームしたりで時間潰してたから。そう、今日はちょっといっぱい喋ったから後で喉飴なめとこ、ということで久しぶりにピューロランドに行けて楽しかったよっていう話でした。はい、それじゃあ今日はここら辺でちょっと短いんだけど終わりにしたいと思います。13位から13位ロミツさん、12位キャパさん、11位山和さん。
10位カリネコでも好きだよさん、9位コタロウさん、8位カラスのカワコさん、7位大粒茶、6位マモさん、5位夏目さん、4位 TKHKG さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみー。